この辺にモンスターの住処があるね。ヘビータンクを確認しました。これよりガイドを開始します。ヘビータンクは古くより農作業などの労働力として大切にされてきました。しかし徐々に飼育数は減少していき、村で飼われていた最後の数頭もマコーロの事故をきっかけに逃げ出し、すっかり野生化してしまったそうです。本来は草食でおとなしい性格なのですが、近年は集団で他のモンスターを襲う姿も目撃されています。おそらくは魔法の影響によるものでしょう。他にも様々な変質が起きている可能性があります。くれぐれも気をつけて調査を進めてください。連携しよう。叩き込め、逃がさねえぜ。集中してくれ。